はい、先ほどは2004戦のつま上がりになりまして親番おかんに移動となりました。トン2局ゼロ本場です。ドラが9ピンとなります。先ほどはもうすごくハイパイイーシャンテというちょっとまあかなり S 級というかせこいハイパイで順当に上がらせていただいたような形にはなりましたが、この曲もまあイメージとしてはもう9ピンを重ねていくイメージで、あともう逆ハイも結構これ大切にしたい、あとチートイズを見たいって感じですかね。ちょっとこの私のそうですねハイパイですね。ただとはいえその先制リーチが現状絶対打てないわけでもないんで、シャンテン数を落としながら手狭にとかはしないかなって感じなんで、ここハクよりイーズを先に切りそうな感じ。まあ1、2、3がね遠くにあるとはいえ、なるほど、イーズから切りそうですね。ハク重なってイーシャンテンパーピン9ピン9ピンとかなった時の路線が結構強いし、まずそのパッキュー層を自然に払っていくような手筋になれば理想的なんで、ハクハク8、9、9ピンとか、はい、そういうイーシャンテンの路線を捨てたくないんで、イーソーから切りそうですね。なるほど、うん、ありがとうございます。大臣さんの手がいいですね。一通含み、うんうん、もうイーシャンテンですね。イーシャンテンですね。まあ普通にウーピンかチーマン重なってくれればそうですね、うん、まあ老朽層を先に引いてしまった場合がちょっと難しくなるかなって感じですね。急走だったらねちょっとウーピン打ちやすいんですけどね。いやいや、かといってあこれ一番いい入り目ですね。あのイーシャンテンのままの流れはね、一番いいですね。それで1から6ピンどれでもいいし、チーソーパーソンの縦重なりが一番いいって感じですね、うん、そうですね。3ピン引いたらどうしますか。3ピン引いてもまあ僕はテンパイ取りますけどね一旦ね、うん、テンパイ取ってダマそれダマですね。さすダマっすね。さすダマですね。ちなみに先ほど数ピン引く前老朽層埋まった場合はどういう打牌選択になりましたか。いやもう普通に G1、まあ、かウーピン、まあ、どっちでも同じですけどねこの場合はね。急層だったらねちょっと純ちゃんの当たりがあるんでちょっとだけ、はい、イーソー引きからのとかですね、はい、まあ、そこでイーソー打ってしまうのも全然あるんですけど、そう引いてパーワンとか引いたらね、そう迷う余計ね、迷う迷う結構迷う。ハトダンさんがここで9層と9ピンがドラなんでね。うん、ワタボさんの手配チューンはどうですか。仕掛ける、まあ仕掛けるももちろんあるんですけど、はい、まあ例えばこれがウーマン引きましたとかなんかローマン引きましたとか、これチューン泣いちゃうと、はい、まあ、結構1000点濃厚なんですけど、これなんかパッと見分かりにくいかもしれないですけど、はい、実は結構5、6、7の3色があって、その渡りがねある分ちょっと悩ましい。これ結構満眼になってしまうこともあるんで、はい、うん、泣かずに面前です。でも今ペイが重なったんで、はい、これで何かが本一っていう路線もありますよね。どれか分かんないです。まあでもあるならそうでしょう、ね、あるならそうでしょうね。一メンツできてるというのはそれだけで偉いん でこれ9万切ったんですけど、はい、これ9万切るってことは多分結構本質を見てるのかな、うん、かもしれないですね。見てるのかな。本質見るならこの9層を残しますね。渡辺さんでこれ数万になる、うんうんうん、でこれ9層切るのであれば、はい、まあ9万の時に数万切っとった方がいいかな。そのリーチ、ヤクヤクシャンポンのリーチとかを目指す数万が受け入れマックスでよかったかもしれないですね、うん、あと一応5、6、7になるあれにしても数万は生きてない範囲なので、なるほど、ここはスーピン切るリーチだ、うん、ここで大臣さんウーピン頭になりまして無給走待ちリーチとなります。あ、これ細かい話をすると、うん、スーピン切るよりはイーピン切った方がいいですね。そう、これ なぜかなっていうところでしたね、うんうん、まあ、スーピン切ると単純にスーピン、イーピンが切りやすいですよね、はい、まあ、チーピンはスーピン切った方が切りにくいかもしれないですけど、イーピン切ったらスーピンもチーピンもどっちみち切られないっていうか、うん、切りにくいんで、なんかスーピン切るといいスーピン切りやすいじゃないですか、はい、うん、であと今スーピン握れなんで、誰かが多分スーピン、スーピンとか落とした時に3ピンも2ピンも打たれやすくなってしまう。はい、E ピン切るとそのピンズの下の情報が全くなくなることもなく、
数ピンも切られなくなる。これ数ピン今バババって4枚合わせられるとあんまりね、うん、これペアは2枚ぐらい取ったんですね、バタボーさんがね、安全度で持ってたってことか、うん、あ、これ数万を先に話しとくっていうのは結構良かったかもな。まあこれチーマンも親限なんで、うん、この手でねちょっと、うん、全突っ破みたいな形はできないと思うんで、はい、まあ、青がなければね数万1枚勝負はあるのかな。いや青がなければもうさすがにもう、うん、これの数万の勝負しないんならチーマン壊しちゃダメだと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、そもそもがねあのチーマン打ちでもよかったかもしれないですね、ペイが2枚があるとはいえ、とはいえですね、その後の安全度、そうですそうですね、これ例えば今親から追っかけリーチとか食られちゃうともう初しかないじゃないですか、はい、で今親から追っかけリーチって言われて、まあお母さんが今親番でまあチーマン切ってるからいいんですけど、これチーマン切ってない時にリーチって言われて、まあ、チーマンも切れないよみたいな形だったらもう青々しかないわけなんですよね、はい、そのリスクはちょっとトップ取りでそれがもう敗着を決めうるような形になってるしまう可能性もあるんで、それは避けたいかなって感じですね、うん、なんで、うん、ペーペーよりはチーマンチーマンの方が良さそう、生きてないんでね、チーマンはほとんどチーマンポンシェ数万切りのウッパーピンテンパイどのぐらい価値がある、あるのって感覚なんで、いや、まあそうですね、ちょっと兆候うんうん、迷ったせいに ね、あの、まあ、どれを切っても危険なんで、どれを切りながらいくかっていう、うん、まあ、リスクと考えながらでしたね。まあ、これ、リャンマン切ると、リャンマンこれ切るメリットなんですけど、はい、今、危険度って、多分その結構何切っても当たる可能性がありますよってところで、はい、で、まあ、チーマン2枚切れじゃないですか、はい、でここでまあ3枚切れになって、まあ、これ結果的に4枚切れになると思うんですけど、はい、あのチーマンが早くて、第一さんにウッパーマンあるのっていうところなんですよ。はい、でなおかつこのウッパーマンあるのっていうところからで、リャンマンが取るとウーマンもかなり切りやすい、でリャンマン1枚取ると4巡しのげれますよと、リャンゾー切って取ったとしてもまあウーソーとか別にそういう情報はないよと。なるほど、まあ、決して前に進むというよりは、まあ、1枚通した後の安全度で前に進むを入れながらですね、入れながら込み込みでリャンマンになりそうですよね。まあ、以前の話だとこういう時はドラの周りは当たった時に痛くなるので、うんうんうん、ちょっと見合うですね、まあ、とはいえ一旦ウーマンかな、まあ、リャンゾーを切るほどでもない、やる気満々ならリャンゾー、ちょっとね、うん、ゆっくりいくならウーマンですね、うん、やる気満々できましたね、ドラドイツなんでやる気満々でいくのも全然ありです、うん、全然ありですね、相手の打点が何点なのっていうところもあるんでね、だからお母さんの点数、まあその時いうタイミングがなかったんですけど、はい、あの4巡目の第1話の時に9ピンを切ってしまってもよかったかもしれないですね、ドラですけど、うん、ちょっと使える形が少ない上にやっぱり一番パイリ的には生きてなかったっていうところもあって、うん、で単用になる可能性もあったんで、うん、まあ、今は単用には持っててもならないんですけど、関連は受け入れがあったというところもあるので、はい、切るならあそこだった、もし切っていればあのこのリーチに対してもある程度向かっていくことができた、まあ、向かっていくと急走で補充する可能性が高かった、はい、逆に良かったのかもしれないですけどね。なるほど。まだでもこれ後々手詰まって急速折り打ちまでありますもんね。まあそうですね、まあ、それはまあまあ9ピン持っててもそんなに似たようなもんだとは思うんですけど、うん、まあ E1 持ってたら E1 になるんでね、1巡分の猶予があるぐらい、うん、でも加藤さんが追いつきそうですね、追いつきそうですね、これはもうやる気満々でいくでしょう、テンパった時に黙る可能性は結構高いですけどね、どちらも現物で、うん、スッチピンが薄いんでどうなるかってところ、 そこがどうなるかですね、まあとはいえウーピン切りますか、うん、これはでもちょっとダンさんもいい押し返しといいますか、はい、いい押し返しです ね、まあ、これはほぼ押すでしょうね、でこれウーピン切るかパーピン切るかなんすけど、カズタンさんはこれ多分結構ウーピン切ると思うんですよね、ウーピン切るならまあでもリーチした方がいいかなって感じですけどね、うん、まあ、パーピン、なんでパーピンじゃないのってことなんですけど、はい、やっぱ缶パーピンって全然あるんですよね、ドラが9ピンの分ウッパーピンの時は、はい、どっちみち当たるんでしょうがない、はい、うん、で、あとウーピンシャンポンは結構ないじゃないですか、はい、ウーピンシャンポンはサブローピンにするでしょっていう、でウーピンシャンポンはあんまりなくて、でチーマンより467で持ったのと、で今スーピン3枚目になったん で、はい、でそこの連続系かなり否定されて、まあ、ウッパーピン実際結構通るんですよ今、
なるほど、はい、でウッパーピンかなり通るけどカンパーピンは否定してないんでウッピン切ることになりますよね。はい、イーペー効果あるとはいえ、はい、カツタンさんは多分テンパったらウッピン切るんじゃないかなと思います。チーピン引いたらチーピン引いたら、チーピン引いたら、うん、僕ウッピン切って負けますね。ウーピン、はい、僕はウッピン切ってたまりますけど、うん、まあ、パーピンは多分切らないんで、うん、で、まあ、結局急走掴んでつむぎり包丁ですね、うん、まあしょうがないですね、うん、そうですね。裏は乗らず、ティーチピンズ表の3900点の上がりとなりました、うんうん、そうですね、まあ、個人的には先ほどのドラのタイミングはもう、あの後で、復習させてもらうとは思ってるんですけど、まあこの曲をですかね、タイトルをつけるとしました。だからそこの部分にね注目して、まあ、その時にちょっと言いたかったけど、はい、タイミングなかったんですけど、ドラを1枚持ってるって言っただけで、はい、全くいけなくなることって結構あるんですよね、うん、なるほど。ただドラを切ると、まあ、打点の向上も見込めないしポンされてしまうかもしれないし、まあ、切り時は確かにすごく難しいんですけど、はい、あのそこを自分の価値手の価値と見比べて見合うかどうかの判断っていうところなんですけど、はい、まあ、ドラの切り時っていうのがまさに重要なポイントだったのかなと思います。なるほど、まあ、この曲に関してね、はい、あそこで9ピン切ってたからおかんさんに上がりがあったとか、はい、押し返すことができたかっていうと、まあ、ちょっとまあ厳しかったのかなっていう感じもするんですけれど、あのドラにくっつけて上がりに行くよりは、うん、まあ、例えば仕掛けてタンヤを取れるとか、はい、まあ、メンタルになるとか同じことなんでドラがあるのね、はい、っていう、まあ、ドラを生かせないと判断したらもう早めに切った方がいいんじゃないの、うん、っていうところですね。あと補足すると、はい、親が一番最初にドラを切るっていうのが、はい、結構偉いんですよ実は。なるほど、はい、はい、圧がかかったりとか相手の手をすりむかさせられたりとか、はい、まあ、仕掛けを誘発させれるとか、はい、そういうのがあるんで、まあ、ドラ切る予定だった時に他者から先に切られるのは僕嫌なんで自分から先に切り出したいみたいなのがありますね、うん、なるほど。だからもう早めに切らない時は親番であるからこそ切る価値が相対的に上がるというか、まあ、いい面もそうですね。そういうことですね、まあ、悪い面を言うと、はい、逆に子供は安心してドラを持つことができるっていうところが悪い、うん、そうですね。だから子供がキープしてドラを使える可能性が高くはなります、うん、それでなんか今回は9ピンの外側のオモドラだったんですけど、それが内側であったりとか自敗になるとまた、うん、またちょっといろいろ変わってきますね。ちょっと変わってきますね。例えば今のがドラが、例えば老僧でしたとかって言うんだったら、はい、まあまあ今実際持ってたから関係またあれですけど、はい、孤立敗だったとしても多分切らない方がいいじゃないですか。まだ4巡目で切るのは早すぎるってことにはなるんですけれど、はい、まあ、9ピンであればまあ、リーチタニヤオとリーチドラチが価値が同じっていうところもあるので、はい、もうあそこで切ってしまってもよかったかなんで。なるほど、ありがとうございます、はい、ということは今回はドラの切り時という形でさせていただきたいと思います。す、ね、うん、結果は、大鎮さんリーチピンクドラの手を上がりました、うん、じゃあ次曲進んでいきます。